名より英祭、名より英祭、明安英祭、要祭、英治元年4月20日、1141年5月27日、憲法3年7月5日、1215年8月1日は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の層、日本における、臨済州の開祖、県民寺の海産、天台密教養上流の流層、自我、名より、意味長英祭、また、 廃れていた岸佐の習慣を日本に再び伝えたことでも知られる。英治元年、1141年4月20日、木別神社の御礼儀、ギ、か庭園の子として誕生。記事は、備中国海洋軍国内村とされるが、他説として、道具上武村もある。祖祖父は、薩摩守る、海洋正し騎岸系図、俗軍書類従本には、異説として、 聞き中の子で、長元の弟とする説を載せているが、これは長元が、機微宮の最高に尽くしたことや、長元が務めていた東大寺官心職を英才が、ついことから生じた説であり、史実ではないと考えられている。旧安4年、1148年、8歳で、クシャロン、バーサロンを読んだと伝えられる。二平元年、1151年、 備中の安陽寺の静心に指示する。九十元年、千百五十四年、十四歳で、比叡山に延暦寺にて、出家得度。以後、延暦寺、日比安陽寺、宝紀大戦寺などで、天台宗の教学と密教を学ぶ。行法に優れ、自分の防護を冠した、波状流を起こす。方元二年、千百五十七年、静心が宣言して、 呂言により法兄のせに命に従う。翌年の方言三年、1158年には千、命より、国造旧門寺法を受ける。平治元年、1159年、十九歳の時に、比叡さんの雄弁に従って、天台宗を学ぶ。仁南二年、1167年、法期、鳥取県大仙寺元吉美より、両部、金剛会、大蔵会勘定を受ける。 人難三年、1168年4月、境外化し、貴族清掃の具と堕落した日本天台宗を建て直すべく、平家の庇ごと期待を得て、南宋に留学。天外山万年寺などを訪れ、9月に天台小祖六十巻をもって、長元らと帰国した。当時、南宋では、全宗が繁栄しており、 日本仏教の精神の立て直しに活用すべく、禅を用いることを決意し学ぶこととなった。これは後に表された、英才の主張である、公禅語国論に、禅のことが書かれていることより推察されることである。しかし実際には、第1回の日葬寺は、英才が最も熱心に、天台密教の著作に没頭した記であり、禅に対して、どの程度関心を持っていたかは明らかでないという、推察もある。 カ王一年、千百六十九年頃、備前金山寺を復興し、この未上流の勘定を行う。安本元,元年、千百七五年、西岸寺落景供養のあやみなしとなる。また、西岸寺混流園に起きう。文寺三年、千百八十七年、再び日僧。仏法天流のためインド渡を願い出るが許可されず、天台山万年寺の巨安懐明に指示。 文治五年、1189年、巨安懐明に従って天道山慶徳寺に移る。そして巨安懐明より、菩薩会を受ける。研究二年、1191年、巨安懐明より、臨済州行領派の司法の因果を受け、名寄りの号を授かる。同年、帰国。九州の福江、三寺、仙光寺などで布教を開始。また、帰国の際に、 そうで入手した茶の種を持ち帰って、幸いをはじめ、日本の貴族だけでなく、武士や庶民にも茶を飲む習慣が広まるきっかけを作ったと伝えられる。研究五年、1194年、禅寺デカン王子を混流。大日、某農人の禅宗が、盛んになり、天台宗からの排斥を受け、禅宗停止が宣言される。研究六年、1195年、博多に、 正福寺を建立し、日本最初の禅道場とする。道寺は後に、言葉天皇より、不相最初禅仏の変学を賜る。英才は、自身が新言宗の陰心を受けるなど、既存勢力との調和、牽成を図った。元9九年、1198年、公禅語国論執筆。禅は、既存宗派を否定するものではなく、仏法復興に重要であることを説く。 京都での不況に限界を感じて、鎌倉に下校し、幕府の庇護を得ようとした。昭治2年、1200年、頼朝一周期の同志を務める、北条政子昆流の呪服寺の住職に昇平。兼任2年、1202年、鎌倉幕府二大将軍、源、頼家の外護により、京都に、兼任寺を昆流。県人寺は、前、天台。 新言の三周見学の寺であった。以後、幕府や朝廷の庇護を受け、全州の信仰に努めた。元宮元年、1204年、日本仏法中高元門を表す。県営元年、1206年、長元の後を受けて、東大寺官人職に就任。上元三年、1209年、京都の保守寺九十搭再建を命じられる。上元五年、 1211年、喫茶養生期を表す。権略2年、1212 12年、法院に除任。憲法元年、1213年、憲僧上に栄進。より家のこの境みが、栄債の下で出家する。憲法3年、1215年、去年75、万74歳没で入滅。かつては、入滅日。 6月5日、7月5日と入滅し、鎌倉、京都に移設があったが、大乗院具中歴日記の裏書きによって、7月5日、京都県民寺で入滅したことが確定している。日本総統州の開祖である道元は、日宋前に県民寺で修行しており、死の明前を通じて英才とは、孫弟子の関係になるが、英才を非常に尊敬し、説法を集めた。 消防源造水門記では、亡くなられた僧乗様は、と、彼に関するエピソードを数回も披露している。なお、英才と道元は、直接会っていたかという問題は、最新の研究では会っていたとされる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。